ウクライナ軍がドニプロ川を溶かして東岸へ上陸している可能性があるとの情報をキャッチしたよ。ドニプロ川の溶か上陸が本当なら、一気に奪還も見えてきたな。長い道のりだったけど、ウクライナなら時間の問題だったもんね。そうだね。さて今回は、このドニプロ川東岸のオレンシキーに溶か上陸作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月11日、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸で、3月以降ロシア軍に占領されていた集落を次々に奪還解放してきたウクライナ軍が、州都であるヘルソン市を奪還したみたい。11月9日にロシアのショイグ国防相がヘルソン州のドニプロ川ドニエプロ川西岸に駐留にしているロシア軍部隊に対し、州都ヘルソン市がある西岸から東岸に溶かして防衛線を構築するように命じていたんだ。10月にウクライナでの軍事作戦を指揮する総司令官に就任したスロビキン将軍は、国営テレビの番組において、ウクライナ軍の攻撃によってヘルソン市への補給はもはや不可能になったとした上で、現在のヘルソン州における戦況を総合的に検証した結果、ドニエプル川の東岸に防衛線を設けることが望ましいと判断してショイグ国防相に提案したことを明らかにし、極めて困難な決定だと理解しているが、このことでロシア軍兵士の命と部隊の戦闘能力を守ることができると述べていたね。この提案を受けたショイグ国防相は、スロビキン総司令官に対しロシア軍兵士と民間人に対して、配慮しなければならないと述べて提案に同意したことを表明し、ヘルソン市から部隊の撤退を進めるよう命令したとしているんだ。しかし、これまでウクライナ人に対して軍人のみならず民間人への略奪拷問強姦、そして殺害を繰り返してきたロシア兵の蛮行を許容してきたばかりか、ロシア軍兵士ですら人間として扱わず捨て駒とするロシア軍上層部が今更人道的措置をお題目にしたところで、それをまともに受け取る人間はウクライナにはもちろん西側にはほとんどいないだろうな。今まで散々好き勝手やっておいて、その言い分は嘘くさいよね。ウクライナ大統領府のポドリャク顧問はロイター通信の取材に対し、撤退を宣言してはいるがロシア軍部隊は未だヘルソン市内に残留しており、増援部隊が投入されているとの情報もあるとして、同市からのロシア軍撤退を朗報と捉えることはまだ早いとした上で、ヘルソン市内にウクライナ国旗が掲げられることが実現するまでは、ロシア軍の撤退を素直に信じるわけにはいかないと述べ、ゼレンスキー大統領もまた、9日夜のビデオ演説においてロシア軍が我々に贈り物をよこすわけがなく、ましてや善意の姿勢を見せるはずがないとして、ロシア軍がドニプロ川西岸からの撤退については慎重に捉えているとの姿勢を示していたよ。しかしながら、ロシア軍はショイグ国防相の言葉通りにヘルソン市を含むドニプロ川西岸から、約3万人とも言われていた占領部隊を東岸に撤退させ、ウクライナ軍はヘルソン市を奪還して市内にウクライナの国旗を掲げたんだ。ウクライナ軍が入ったヘルソン市内は、あらゆるものがロシア軍の略奪によって持ち去られ、電気や水道などのインフラ施設や設備はことごとく破壊され、そこら中に多数の地雷が埋められているありさまで、さらに拷問に使われていたとみられる施設や、多数のウクライナ軍人と民間人を埋葬した墓が発見されるなど、ロシア軍による残酷無比な人間と思えぬ所要の跡が無残に残されているみたい。戦いが終わった後のことを何も考えていないやり方だね。ロシアの言ったことは必ず歴史に残ると思う。11月14日、その悲惨な状況と、民間人の服を着てゲリラ戦を命令されたとみられるロシア軍兵士が残るヘルソン市をゼレンスキー大統領が訪問し、ドニプロ川西岸解放を記念するウクライナ国旗掲揚の式典に参加したよ。大統領は前日13日夜のビデオ演説において、ヘルソン市とその周辺の状況に関し、ウクライナ側調査団はウクライナ軍兵士や民間人の遺体を多数発見し、ロシア軍と親ロシア派行政府によって400件以上の戦争犯罪が行われていたことを記録したとしてロシア軍を糾弾し、これまでに侵略され奪還した他の地域と同様にヘルソンにおいてもロシア軍は、残虐非道な行いの痕跡を残していったと非難し、ロシア軍が撤退したことによって、
ドニプロ川西岸で10万人が居住するとされる226の集落において安定と法の回復が確保されることを宣言していたんだ。その一方で、ヘルソン市内に置き去りにされたロシア兵や傭兵の捜索と拘束が進んでいるとして、ヘルソン市内が少しずつ平穏を取り戻しつつあることを強調したぜ。ヘルソン市内での式典でウクライナ軍兵士らの前に立ったゼレンスキー大統領は、我々は一ずつ前進してウクライナ全土に平和をもたらす用意があるとし、それは困難で険しい道のりであるが、我が国の最高の英雄たち、すなわち諸君らがそのために戦っていると語りかけたみたい。そして同行した報道陣からこの先の展開がどうなるかとの質問を受けると、他国の領土に興味はなく自国の領土解放のみにしか関心がない。次に何が起こるのかを明言できないが、必ず何かが起こると強い口調で答えたんだって。また、ゼレンスキー大統領はなぜまだロシア軍の残存兵や東岸からの砲撃などの危険が残るヘルソン市をこんなに早く訪れたのか?との質問には、スイカのために来たと答え、ヘルソン州の名産品であるスイカを出して冗談めかして答えたみたいだけど、すぐにここに今いることが重要であり、リスクを冒してでもいる意味があると述べ、軍隊もジャーナリストも皆リスクを冒しており、私もリスクを冒してヘルソンの人々を支援するため今ここにいることが重要だとした上で、口先だけでなく実際にここに来てウクライナ国旗を掲げることで、ウクライナ国民人のモチベーションを高められるのだと述べ、ロシアに不当に占拠されていた領土を奪還した喜びを分かち合い、支援を提供してきたアメリカやイギリスをはじめとする北大西洋条約機構NATOや、関係国に謝意を表明したとしてロイター通信が伝えているよ。危険を顧みない姿は、きっと国民にも届いていると思う。このゼレンスキー大統領によるヘルソン市訪問について、14日に AFP 通信がロシアのペスコフ大統領報道官のコメントを伝えていて、それによるとペスコフ大統領報道官はヘルソンはロシアの領土だと語るにとどまり、それ以上の言葉は発せられなかったとしているね。西側メディアなどではこのペスコフ大統領報道官に反応について、ヘルソン市が奪還されたことは必ず守ると宣言したプーチン大統領にとって痛手となるため、クレムリンとしては首をすくめてやり過ごすほかないのであろうとの見方が広がっているよ。この先の南部戦線について西側の大方の見方は、ドニプロ川を渡過するのに必要な橋が全てロシア軍によると思われる攻撃によって破壊されていることから、ドニプロ川を挟んでウクライナ軍とロシア軍が対峙する構造となって双方の砲撃戦が展開されるのではないかと見られているな。しかし、ヘルソン市から見てドニプロ川を挟んだ東岸にあるオレシキー市のリシク市長が14日、SNS に同志がウクライナ軍によって奪還解放されたことを伺わせるような画像を投稿したとして、インターネット上などで話題になっているぜ。ドニプロ川東岸に撤退したロシア軍は、損害を被っていた部隊をザポリージャ州のメリトポリ方面に、一時的に移動させて再編成を実施していると見られ、動画は東岸一帯に5防衛陣地を構築しているとされているけど、もしすでにオレシキーに溶かしていることが事実だとしたら、崩落したアントニフスキー橋の修復や、渡河用のフェリーや浮き橋などを簡単に架けることが可能となるため、ウクライナ軍が悲願としているクリミア半島の奪還に大きく前進することになるよね。また、このオレシキー奪還情報とは別に、オレシキードニプロ川を下流に 25km ほど下ったホラプリスタンで銃声が聞こえるとの情報もあり、確認が急がれているよ。これらのことについて記者などからの質問を受けたウクライナ国防安保委員会のダニロフ氏は、オレシキーが本当に解放されたかどうかについては肯定をしていないながら、ウクライナ軍参謀本部の公式発表を待ってほしいと述べてはっきりと否定もしておらず、続報が待たれている状態だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。